はい、はい、どうも、チョブリです。ってことで、今日はですね、新登場したある選手を両サイドで使ったらめちゃくちゃ強かったんで、ちょっと今日はね、皆さんにご紹介していけたらなと思います。若干っていうかもう花粉症でね、鼻声になってるんで、ちょっと聞きづらかったらね、申し訳ないんですけれども、よかったら最後まで見ていってください。ってことで、その選手が、はい、こちら、サネとデンベですね、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、今回こちらの画面からのね、お届けにしてみたんですけれども、このサネとデンベレですよね。ちょっと戻ってガチャの方見ていこうかなというふうに思うんですけれども、まあ月曜ガチャにね、今回はダービーガチャとこちらのeFootballチャンピオンシップのクラブセレクションガチャですね。こちらが登場しましたってことで、皆さん引いたでしょうか。まあ昨日の動画でも話したんですけど、僕はね、正直そんな無理して引かなくてもいいんじゃないかなっていうね、ガチャかなっていうふうに感じたんですけれども、その中でも特に当たりのはこのデンベレとサネだったかなと僕は思います。一応ランキングではデンベレを1位でサネを2位にさせてもらったんですけれども、まあこの2人ね、初期能力値見ていくとデンベレはこんな感じで、まあ、初期能力値も高くてレベル上限も22レベルあって、しかも両サイドウイングとハーフもできますと。で、サネもね、結構似た能力値してるんですけれども、こんな感じでレベル上限が26レベルで、この選手もね、こんだけ初期能力値高いですね。で、ポジション適性も両ウイングと左ハーフできるといった感じで、まあ、デンベレとの違いはね、右サイドハーフができるかできないかっていうところかなと思います。で、まあ、この2人がね、強化されて登場しているということで、2、3試合ね、ガチスカで使ってみたんですけれども、かなり強かったんで、ちょっと今日はね、レベマ能力値見せた後に実際に試合で使ってやっていけたらなと思います。ってことで、まずはね、デンベレとサネのね、レベマ能力値から見ていきたいと思います。まずはサネから見ていきますか。はい、ってことです。こちらがね、サネのレベマ能力値になります。いかがでしょうか。まあ2人選手いるんでね、手短にご説明していこうかなって思うんですけれども、サネがウィングストライカーで、できるポジションはさっきの通りですね、レベルが26レベルまで上がります。ってことで、レベマの人の能力値めちゃくちゃ高いですよね。ドリブル能力値は94あって、ボールコントロールも90乗っかってます。で、スピード瞬発が92、93と、キック力が91ってことで、まあ、こんだけキック力があるっていうのもね、かなりいいポイントかなと思います。足が速いのもかなりいいですね。で、今週はライブアップデートがビートで、ボディコンがね、82ってことで、個人的にはね、もう少しボディコン高かったらよかったかなって思ったんですけれども、まあ、個人的にはデンベレの方がサネよりボディコンも高かったんで、デンベレの方はドリブルの召喚的には良かったかなっていう感じはしましたね。で、スキル見ていくとこんな感じです。シュート機能スキル結構持ってますね。コンカドロップシュート、ミドルシュート、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、アウトスピンキックということで、コンカを持ってますし、アウトスピンキックを持ってるんで、まあ右で使ってあげても左で使ってあげてもどっちでもいいんじゃないかなと思いますね。左で使ってもアウトスピンキックもありますし、問題ないんじゃないかなと思います。魚化の頻度がやや低い、精度が普通、波が普通ってことで、まあここに関してはね、さらに結構微妙なんですけれども、今週 B 評価ですし、まあ先ほどご紹介した通り、一応シュート的にはね、アウトスピンキックとか持ってるんで、そこまでめちゃくちゃ気になることはないんじゃないかなと思いますね。このサネもサイドとかウイングとか使ったフォーメーションの方はね、間違いなくガチスカに入るレベルで強いんじゃないかなと思います。じゃあ続いてデンベレ見ていきましょう。はい、ってことでデンベレのレベル能力値こちらになります。いかがでしょうか。デンベレもまあサネと似た能力値してるかなって思うんですけれども、まあ、個人的なポイントとしては、まずキック力はね、サネの方が高いっていうところと、ボディコンに関してはデンベレの方が高いっていうところですね。まあ、ここに関しては好みになってくるんじゃないかなと思います。で、ウィングストライカーでできるポジションも先ほどご紹介した通りですね。で、スキルの方を見ていくと、こんな感じで、シュート系のスキル的にはどっちかっていうと、サネの方が多いかなって感じするんですけれども、デンベレに関してはダブタ持っていて、一応シュート系のスキルだとドロップシュートですね。あとはスルーパスとかピンポイントクロス持ってるってことで、まあ、サイドハーフ、ウィングをする選手でこういうね、パス系のスキル持ってるのはかなりいいんじゃないかなと思います。特にピンポイントクロス持ってるのはかなりありがたいですね。そしてデンベレはこの逆足頻度が最高、精度が最高、波が普通ってことで、この逆足頻度、精度最高最高なのがやっぱりめちゃくちゃいいポイントですよね。ここもまあサネとの違いかなと思います。一応ね、ローサイドできるんで、右左どっちで使ってあげても本当に困らないっていう感じですね。まあどっちも優秀なんですけれども、個人的に使った感じはやっぱりデンベレの方がいいかなっていう感じは僕的にはしましたね。まあただ結構コメント欄でもね、サネの方が強いんじゃないかとかとコメントもあったんで、まあそこら辺好みになってくるかなって思うんですけれども、まあせっかくね、2人とも獲得しましたということで、今回はね、まあ先ほどご紹介した通り、こちらの 4-1-3-2 のフォーメーションでデンベレとサネを両サイドに置いて試合の方やっていけたらなと思います。ということで、早速じゃあ試合の方やっていきましょう。はい、てことで、マッチングの方をしたので、サネとデンベレですね、両サイドの手使っていきたいと思います。まあ、両サイド、このどの選手もね、足も速くて、まあ、普通にボールを持ちやすい、ドリブル能力値も高いんで、まあ、かなり使用感じたら良かったですね。まあ、この442とか、431とか使ってる方はね、かなりいいんじゃないかなと思います。やっていきましょう。ナイス。ライカルト、縦当てて、ここもサネ使っていこう。サネ5を、で、落ち着いていいよ。当てて、で、ワンツー入れて、もう一個使う。ガビ、ガビが弱い。ナイス。これ、縦当てて、ナイス、デンベレ。デンベレ5、デンベレ5。
で当てる、もう一個こっち使って、もう一回デンベレで、さてメッシいいよ、いい崩しからの、なんか落ち着いて、後手落ち着いてマイナス来た、でキミヒのインパクト、いやー無理、いや惜しい、でも崩し的には良かったね。ここサネに一回マイナスいけなそうだな。これショートコーナーいきますか。ここでビエラ受けてターンして丸いけないかな、ガビ、いやーマジで何これ、え PK、 えどこで待って待って、なんか PK もらったこれ、なんか PK もらったんですけど、マジこれ誤審じゃない、ナイスえこれ誤審だろ間違いなく、ナイス当てる、これサネまた空いてる、いやここ浮いてくるのめっちゃいい、サネいいね、ここでムワッて当てて、シューキャンダブタコンカ、いやーマジか、いい崩しだったけどな。ここネスタで頑張れ、ナイス頑張れ、これサネ当てて落ち着いて、使いすぎて体力なくなってきたな、ここもう一個ちょっと当てて、当てる立て、ナイスで落として、やっとサネ、いやいい抜け出しすぎるサネ、落ちで、いやー無理か、ダブった、ちょっとさコナミさん、これ俺やってて申し訳なくなら、こんだけ誤信が多いと、今のでファールもらうのやばない、正面行くか、いやー今のでファールマジ、オーケー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 、ナイスガビ当てる、ナイス、うん無理だなこれ、サイド使おう、デンベレ、デンベレ体力がない、もうデンベレあんまり体力ないからな、シューキャンチョコタッチオッケー、この突破力落ち着いて、いいね、これきついな、頑張れいけるごちゃごちゃでサネ来てる、サネじゃないの今の、なんかサネめっちゃ入ってきたけど、今絶対サネでしょ、ネスタナイス、こう落ち着いて、こうとかマルチョン使います、でこう当てます、でサネ当ててここ出してあげる、で完璧です、皆さんこれ完璧な流れじゃない、今のもうムワッペの走り出したタイミングにしっかり合わせて出してあげるのが、まあ、ミソですね。見ましょう。はい、ラストあるんじゃない、前半。当てて、来た、マッペ。いやー、無理か。頑張れ、ビエラ、読める。うわー、そっち来るんか。これまずいね。中。いやー、これ。奥。あー、中うまい、それ。中入ってくる動きめっちゃいいな。クリア。オッケー、ちょっと。キバッ。オゲイ。前半とりあえず終了と。よし、後半やっていきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、ちゃんとした崩しで1点しか点決めてないんでね。ちょっと後半はしっかり点決めれるようにやっていきましょう。ナイス、中当てて、デンベレ使うふりして中当てて、こっち使って、デンベレ使うといいよ。で、中当てる。で、メッシー。で、もう一個。いや、完璧。で、中ダブルといけるこれ。いやー、いける？うわー、マジか、惜しい。崩し的には完璧だったけどな。くそ悔しいな。ライカルト頑張って。ライカルト。ライカルト。やべえ、外。やべえ、ナイス。マルチョン。ここ、中、もう一個返して、で、メッシもう一回いける？いやー、惜しい！中切ろう。デンベレ、デンベレ頑張れ。中切って、ムバペ中切って、オッケーオッケーオッケー。相手見せる。当てて、当てて、こっち。いいよ、いい崩し。で、周回の中いくりして、縦。いやー、読んでこない中、今。若干縦、むしろ読んでたな。ダブた。あ、無視した。いやー、何その、ドローオープンみたいなやつは。サネ、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 軽すぎだろ。サネ、サネ、待って、サネやばい。待って、サネ軽すぎだろ。いや、サネも軽いな、やっぱり。今のやばくない？めちゃくちゃ何のフェイントも使わずに抜けてたからね。ナイス。中当てる。ナイス。当てて、落として、こっち。こっち。もう一個、こっち。いやー、ある？いや、ごちゃってる。縦当てる。いいよ。これ、スパサブ陣入れたんでね、やっていきましょう。もちろん、サネとデンベラ今回体力ないですけど、変えないでね、やっていきたいと思います。中、当てれないか、さすがに、体力なくなってきたから、ちょっときつくなってきてね。中、頑張ってきれ。これいけないか？無理だね。下。下越え。オッケーオッケーオッケー。ナイス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 。ここ、回る。当てる。いいよ。デンベレ。デンベレゴー。デンベレゴー。デンベレゴー。中、向いて、ダブタ一回かまして、今回。オッケー。いや、両足使えます。デンベレさんは。ということで。まあ、ダブタができるのも、このデンベレのいいとこですよね。お、
これはギブアップで勝利ですかね。はい、ギブアップで無事勝利と。はい、皆さん今回はですね、この3連とデンベレ両サイドで使っていったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、どっちもかなり活躍していたんじゃないかなと思います。サネもいいドリブルとかね、あとアシストもつけてましたし、デンベレも最後決めましたし、まあ結構ね本当に使いやすいし、まあ今回この2人がね個人的にも大当たり枠なのかなって思うんで、ガチャ自体はねまあ渋めなんで引くのあんまりお勧めしないんですけれども、もし引いてねこの2人当たった方はね使ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでイフトボールの動画を上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。